181丁目駅は、マンハッタンクワシントンハイツのセントニコラスアベニューと181丁目の交差点に位置するニューヨーク市地下鉄、IRT ブロードウェイマイナス7番外線の駅で、ある。一系統が終日停車する。駅出入口の階段この駅は、地表から120フィート下に位置し、エレベーター4機を備える。相対式ホーム2面2線を有資料ホームは、 橋で接続されている。火災時用の非常階段が一組だけあり、通常は利用客全員がエレベーターを利用する。この駅は、イェシーバー大学とジョージ・ワシントン・ブリッジを利用するのに便利である。この駅は2005年にアメリカ合衆国国家歴史登録罪に指定された。当駅は、現在もホームへのエレベーターに操作係がいる数、少ない駅の一つである。 2009年の天井崩壊事故発生前の駅、外観2009年8月16日の午後10時30分ごろ、駅の屋根の内側を覆うレンガが25フィートにわたって崩壊し、上下線と各ホームに落下した。レンガは高さ35フィートのカーブした天井から落下した。この事故による負傷者はいなかった。この影響で、一系統が8日間、168丁目駅。 ダイクマンストリート駅間で上下線とも運行を中止した。または運行再開まで168丁目駅、ダイクマンストリート駅間で無料のシャトルバスサービスを提供した。崩壊の原因は調査中である。2009年8月24日の朝に1系統の奇襲点を結ぶ列車が181丁目駅を通過扱いとして運行を再開した。 駅は2009年8月31日に営業を再開した。ニューヨークシティトランジットオーソリティのチーフアーキテクト、ジュディス・エムカノフによると、この駅では2007年にも部分的な天井崩壊事故が発生していた。なお、NY1 によると、駅の修理には3000万ドルかかりその工事は2012年末までには開始されなかった。ありがとうございます。